はい、おはようございます。村田橋です。はい、というわけでね、ちょっと前にね、サーフィン仲間でもあるアメリカに住んでいる小林圭君、圭がちょっと前にアメリカの QS 戦で優勝してチャレンジシリーズに出ることになったみたいなんですよ。はい、アメリカでね、1位取ってからのチャレンジシリーズだからものすごいなと思うし、いや、やっぱさすがの努力してきただけあるなって思いましたね。その3番4番とかを、にいる人たちも同じ世代の方たちもいたので、その人たちを軽く倒してね、優勝してましたけど、やっぱすごかったですね、ケイ。いや、すごいよ。心構えが違うからね、話しても。で、そこの試合会場がね、頭半ぐらいあったんですよ。で、結構波良くて、で、ケイもね、小柄なんやけど、そんなの関係なく、アメリカ人にもね、余裕で勝てるような、全然勝てるようなパワーのあるサーフィンやってましたけど、そう、さっき言ったように心構えがすごいから、そのケイが日本に来てた時とか、いろいろねサーフィン教えてもらっとったり、いろいろねアドバイスもらっとったんですけど、で、例えばね、このサーフボードとかもね、ケイとかにもアドバイスもらって、今はアメリカとかではリッターの多かったり、リッターが多いボードやったり、ちょっとボテッとしたボードがコロヘとかグリフィンとかが乗っとったり流行っとるぞということで教えてもらって、リッターちょっとね増やしてみたりしてますけど、やはりね、ケイはアメリカに住んでるから考えとかもすごいし、で、毎日のようにロワーズでやっとるから波取りもすごいんですよ。あんなね、ロワーズとかピークがあって、そこでねサーフィンしとるから、さすが日本に来てももう、なんていうんやろ、迷惑かけずに一生乗っとったやろ。そう、ずーっと乗るんだよね。でも、邪魔くささっていうか、迷惑はかけてないんだよね。そう。で、しかもね、一緒に撮影したり練習しとっても、ケイが乗りすぎてね、他の人が撮れないという。乗りすぎるからさ、他の人撮れんわとか言って。まあでも、ケイもそれはね、基本らしくて、その乗りすぎるというわけでは、その乗りすぎるって言い方は悪いんですけど、まあ、というわけでね、今回の本題なんですけど、そんなことでね、CS を出れることになった、小林圭プロの、神業波取り方法を皆さんにですね、お伝えしていきたいなと思います。はい、まずはですね、一つのポイントをお伝えして、まずはサーフィンチャレンジしていきたいなと思います。まずはですね、圭が日本に来た時にどんだけ波が悪くても、まあ、テイクオフできるだけ、まあ、ハッピーやなと、そんなね、もう常にポジティブな気持ちでいたんですよ。で、これでも試合やるからって、すごいね、僕も後押しされて一緒に練習してたんですけど、そのちょっとでも立てるだけでも OK っていうね、気持ちがすごいケイの波取りに出てるんじゃないかなと思います。ケイの波取りっていうのはすごい迷惑かけずに、本当人がなんていうの、乗らないような波を、手を出して、で、しかもその波でしっかりとアクションを入れるっていう、やはりそこは実力もあるし技術も高いから、まあ、そのね、波取りが成り立つところでもあるんですけど、やはり K の波取り方法で視聴者の方がためになるようなことといえば、そう、人に迷惑かけないのはもちろんなんですけど、その横に動き回して乗り倒すのは絶対に迷惑かかるから、絶対ね、これは視聴者の方もあかんことなんですけど、こういう風に波があって、海があったら横に波取りをしに行くんではなく、この縦のラインで動くんですよ。もちろんね、たまには動かないと波がなくなって、ダメになってしまうんですけど、この縦のラインでこう、まず沖からバーン乗ったら、次はインサイドミドルから乗ってみるとか、そういうことをするからケイは一生乗っ取られるんですよね。だからすごい、見とって不思議やったんですよ。自分が沖でいい波を待っている時には、1本乗る時にはケイは5本乗っとるんですよ。で、なんでこんな乗れるんやろうってね、本当に不思議になって、周りのプロサーファーたちもね、いやー、ケイすごすぎってなったんだけど、その中でもケイは一切迷惑かけてないんですよ。で、それはその理由っていうのは、その常にこの縦のラインで動いてるからこそ、人の波を取ることもないし、人のなんてやろう、迷惑がかかることないということで、やはりその縦のラインで常にミドルにおるんじゃなくて、たまには沖行ったり、インサイドミドルからのテイクオフが結構ね、乗れることが多くなるので、ぜひ皆さんもね、試してほしいなと思います。チャンネル登録よろしく。
チャンネル登録よろしく。はい、というわけでね、練習終えたんですけど、まあ、本当にね、とにかく波が難しく、いやー、マジでね、はい、というわけでね、練習終わったんですけど、まあ、とにかくね、波が厳しかったですね。まあ、最近本当に波のパワーもないし、波のサイズもなく、乗るのが精一杯で、かなり難しいんですけど、まあ、この波でもやっぱりね、1年前、K が来た時は、K もこういう時でも、やっぱり入ってて、テイクオフしっかりしてて、本数にも乗ってたんですけど、やっぱり K はね、こういう時は、とにかく、波待ちはしてなかったですね。波待ちせずに、一生動く。その波はどれほどしか考えてなくて、K は。で、その中でも、なんだろう、どんな波でも、どうでも適当でいいから乗るんじゃなく、K はしっかりと、波を見極めて乗っているからこそ、その、毎回、何本乗っても、毎回ね、ターンをしっかり入れてれるのかなと思います。だけど、これはね、いきなり翔太さんの方に、K の、真似をして、こんな感じで、その縦のラインでやって、どんな波でもいいから、立ってみて、波立ちをせずにやれって言っても、絶対すぐにできない感じだし、今日ですね、僕とかは、ケイの真似をしてやったんですけど、やはりね、改めてケイはすごいなと思うし、それは何本も乗れるわなと思ったんですけど、いやなかなかね、真似をするのは難しいけど、少しでもね、近づけるように、少しでも混乗っても、混乗る中でも、本数に乗るコツというのは、やはり縦のラインで動いて迷惑かけずに、本数に乗ることですね。はい、波の見極め方もケイは、ね、アメリカ育ちで、やはりアメリカの波で、ね、やっとるから、波の見極め方もうまいから、毎回、ね、ターンをできる波を乗っているんじゃないかなと思いますけど、まあ、でも優勝したのは本当にすごいし、改めて尊敬しますね。まあ、同じ、ね、メイヘムサーフボードやし、同じ西井さんとこやしね、すごいなと思いますし、はい、またね、ケイは多分 JPSA で多分日本来ると思うので、また機会があればね、一緒に動画撮りたいし、一緒に練習して、またいろんなことね、教えてもらいたいなと思います。まあ結構ね、今回、何やろ、波も全然乗れんかったし、内容的にもね、うまく伝えれなかったんですけど、はい、ケイのやり方は、ちょっと難易度高く、波待ちをしないということなんで、まあちょっと難しいと思うんですけど、はい、僕もですね、K みたいに、ね、コースに乗れるように、僕もね、沖で待ってしまったりすることが多いので、はい、波待ちしない戦法で、試合やったり、練習を取り組んでいきたいなと思います。確かに K もね、試合もほぼ波待ちせずに一生動いとる感じなので、まあ、ちょっとそこをね、見習って勉強して、はい、練習していきたいなと思います。